溶岩が水に混ざる様子です。実際は地球のわずかな場所でしかこの光景は見られません。でも状況が一変。溶岩が海を覆い尽くしたらどうなる？海が埋め尽くされるまでどのくらいかかる？気候が急変する理由は？地球の気温はどのくらい上昇？これがホワットイフ、もしだったら。今回はもし溶岩が海を覆い尽くしたらを見ていきます。溶岩で海を一面満たすことなんて、海の広さを考えると不可能だと思うでしょう。そうでしょうか。実はマントルの量は海水の650倍です。ただし一晩では無理。一体どのくらい時間がかかる？それは長い年月を要します。地上の火山をすべて噴火させ溶岩を流し込んでも、海を覆うためにかかる時間は32000年。でも退屈な時間はすぐに吹き飛びます。溶岩が海に流れるや否や水と反応し、溶岩性ヘイズが発生。煙は溶岩が水に接触すると生まれます。これは塩酸ガスと火山性の微粒子が混ざったもの。つまり煙に近づくことは危険なのです。この煙による人体への影響は肺や目、皮膚の炎症。通常煙の発生地域は限定されているので、人々は安全な場所へ避難できます。しかし今回のシナリオでは至る所で噴煙が上がり、逃れることはほぼ不可能。さらに風が煙を運び世界中に広がっていきます。人への影響は分かりましたが、海の生態系はどうなる？海の生物はみんな釜茹でにされます。海産物を主食としている35億人の人々にとっても死活問題。海洋生物が絶滅、沸騰した海水は蒸発、温室効果ガスや煙が大気中にたくさん放出されます。海中に溶岩が増えるにつれて、地上に届く太陽光が煙と埃によって遮られます。その結果、植物、農作物は絶滅するでしょう。溶岩が海を覆い尽くすと地球は猛烈に熱くなります。ちなみに溶岩の温度は摂氏1200度。同様にその放射熱も燃えるような暑さです。溶岩だまりの上空数十メートルを飛んだ人々は凄まじい暑さを体感したと報告しています。溶岩が地表の7割を満たした時の気温は数千度に達します。人は一瞬でパリパリに焼かれるでしょう。なんとか生き延びた人がいたら、気候変動が悪化しないよう祈っておきます。溶岩の熱が内陸の冷気と混ざり合うと火災積雲が生まれ、猛烈な雷雨や非常に強い風を発生させます。具体的に理解できるよう数十億年前に遡ってみましょう。地球はこのような姿でした。溶岩に覆われ生命は一切存在しません。しかし数百万年も経てば溶岩が冷えて固まります。地球は生物の住処となります。これこそがこのシナリオの結末です。何百万年もの時を経て溶岩が冷え、生物が住むのに適した地球に戻ります。溶岩に埋め尽くされる前に人類が地球から脱出できていますように。その話はまた別のホワットイフで。